はい、今回は3年生の、えー、と書き初めなんですけどこちらのですねお正月というのをね書いていきたいと思いますえっ、ー、と昨日は、えー、と友達っていうのも書きましたけど友達とお正月と両方ね、あのー、あると思います東京東京都があるのかなわかんないんですけどちょっとねこちらを今日はね書きますねでまずこの「お」ですけどこの線 あんんまりグイーンってなっててなないんですよちょっとここがね柔らかいなっていう印象ここなのでちょっと隣に書いてみると少し大きくしましょうかどんな感じかっていうとこういう感じここもあんまり強くないですよねひらがなななのでそんなに ドンっってて強くやってる感じはしません優しく入ってこういう感じでもちゃんとこのね向きこちらからちゃんと打ち込んでるっていうのが分かるような感じですでそこから中心線の取り方こうですね真ん中の線にこれだけ引っかかるようなイメージだから結構左側からはいここの空き具合をね見ときましょうえー、と書き初め用紙この幅がありますよねここからここまでね その左側このくらい開くんだなって初めにかちゃんと考えておきましょうねでそこのちょうど下あたりにこの3年っていうのが入るようなイメージですそうでキュッときて、えー、このあたりに中心線がここにありますで1画目から2画目に行く時、まあ、真ん中に近いですけどやや右寄りな感じ こういうふういに置くようなイメージですねここからこういう感じでいきますあ、ここに行ってっていう感じですね。あの一角一角、えー、筆を直すような動きはそんなに必要ないですのでここをスッと描いたらここまで来てでこういうふうにいきます。結構優しいですねこれもねあんまり反ってるわけでもなく膨らんでるわけでもなく。 まっすぐなラインでいやいやこの辺りこの辺りで少し内側に向いてるかなっていうのが見えますのでこうに来といてこの辺こういう感じですね。これねあのただあのこうやって見てるだけだと分かんないんですけど筆って太さがありますよね太さのことを考えるとこれ少しこっちにこう多分曲がってるんですよ。 この動きをここにプラスすることでここやりやすくなりますねあこれちょっとこうやりすぎたかなこういう感じそう少し力を抜いていくような感じにしといてでここで新たにそんなに押しつすぎないですけどねでこう少し上を狙っていくような感じですでこの辺で切り替えがこう入ってるような感じになって最終確 あ最終って言わないですけどこの下の部分をね見てくださいこう道があるような感じにしたいんですけどここが揃ってないんですちょっとだけ上がり調子でこう終わってますよねこの辺りあの真似するようにしましょうここをだからここが一番下の、ね、ここね下の時点こうだとするとここまで落っこちてこない早めな段階でこうやって曲がってる。 で、内側にこういう風な感じですね。こうに来て次のこの点までこういうつながりが見えるという。このぐらいかなで。この点の打ち方も、トンってついただけじゃなくて、ちゃんと引いてますよね。優しくからの力の加え方、こう強くなってしっかり止めるみたい。ここね。 そうなのでまずはここをちょっと開けようと思うことねそれからここのちょっと左へ行くようなここの部分がしっかりと筆でできるといいですねっていうところですはいではもう一つの方ですねこちらをちょっと見てくださいこれはあの書き初め用紙に書いたものなのでちょっと大きいのですが。 えっと、半紙にね、このまま書いていこうと思います。こちら、ちょっと開けるような感じになってますね。はい。では、書いていきますね。えっ、ー、と、一画目が、えー、少しふわっとしてましたね。ここ、ここ見てもらって。あんまり反ってなかったんですよ。きつくなかった。ので、左からこう打ち込んだら、こういう感じです。短い。このくらい。 その時に中心線もどの辺りにあるかって言ったらこの辺りで2画目はじゃあここからどういったらいいかって言ったらこのままこう上に行くような感じですねこれも結構優しいですよひらがななので,こうでちょっとだけちょっとだけですよここをね少し入ってくるとこうでこうでこのままつけたままこう横に行きますそうするとここがいい感じにできるかなと思います これね、ちょっと比べてもらうと分かりますけどこうねちょっと上こうかなそうこの感じを出したいんですよこの部分をうまくやりたいんですけどちょっと左側に行くって言いましたよねこれをやってあげると本の向きがここ行きやすいですとてもねで えと少しスッと力が抜けてるような感じですけど間違っちゃいけないのは穂の向きが変わらないように、えー、とよくありがちな間違いとしてはこう来てこうやったんだけどこう来てスッと抜けちゃったりすると穂の向きがこうじゃなくてこっちに変わっちゃうんですよ。何が言いたいかっていうと穂先ってどっちにあるのかなっていつも思っててください。こうに間違っっっちゃった方さっきのね 頬の向向きあっち向いてるんですよこっちこうねこう向いてるとこういう風にここ違っちゃうんですねこれどっち向いてるかって言ったらほはこっち向いたまんまちょっともう一回ここに書いてみましょうかこうしといてキュッて内側に入ったらこうしてほらこっち向いてるでしょ穂先ね先ここにあるんですよ穂先がそのまんまこうに行くんです そうするとこれができますねこっち行けないやつ墨付けすぎてると分かりにくいかなうんとね。この辺にもう一回じゃあ正しいやつをいきますよこうに来て内側にちょっと入ったら横にきますよねでその時ほらこっち向いてるこう向いてこのままこうです 階がね合ってるやつですすねねこれでででるといいです、ね、でじゃあここからですよスッときてこうきますよねこのまま横にきて切り返しこの辺りにきてあんまり下落ちすぎないでこういう感じで回ってこちらってことはこう回ってくるんですこうちょっとだから外側に少しこうあるかなっていうで高い位置 にありますす右上高い位置ででよねでここのラインを見てもらうとこうちょっと上がってるくらいこれがあのいい感じですねちょうど同じかなこの辺切り替えがこう見えるようなほらちょっとこの辺でね変わってるなっていう選出がちょっと変わりますね、はい、続いてこちらのえー、と正の字ですねこれねお正月の「正」ですけどこれまず外形取ってみましょうかね こういうライン、これもそんなに激しくないですね、優しいですね。あのここのラインがね、こうこちらもね、こういうラインができてますけど、優しくですけどやっぱり下が長くなりたい。でここの余白を見てみると結構ギリギリなところですよね。ここはギリギリまでぐーっと横に引っ張りたいんだけど、ここの傾斜をやっぱつけるためには。 一画目が長すぎたらこれはもう正方形みたいなこういう字になってしまいますので一画目を短くすることで下をやっぱりこう長くすることっていうところでここ名前の文を開けようと思えばちょうどねこの上の部分とこう見比べてみると「お」の一画目と大体いい同じかなこういうこういう感じあの上から見た時に えとここを目安にするといいですね。尾の1画目と同じあたりから描き始める。そうするとバランスいいと思いますよ。で、えっ、ー、と、上がり調子。横の角は結構みんな上がり調子なんですよ。こう上がって、ここ,こもね。三画面も上がり調子。で、こちらは性質としてはこういう風に。いつもね、私も、あの、 こここういういところを見る時にこの、3? 関数字の3を書くようにね書きましょうなんてね言うんですけど結構大げさに書くとこうなってこうまっすぐでこちら側はこうに沿ってっていうふうにここに教えるんですけどここはそ,れ、ま、そこまでねこれはね強くないんですよその要素がね。だけど線の質としてはやっぱりこれはあの当てはまるところなんです。で これだとこうやりすぎちゃってこう下まで落ちてくるとちょっと違うんですよ、これと。だから、ここには少し隙間があるぐらいな感じで、こういう感じ、反りながらも、こう、こう反りながらも、あまり下がってこないような終わり方。そういう感じをね、ここにね、持っていきましょう。で、これもそこまでギュイ、ーンみたいな感じで、こう反ってないんですね。優しいですよね。こんな感じでいいかな。早めに切って。 こういうところはベタっとついてないこういういところに隙間がありますね。ってことはここにぶつけるのではなくてこう引いてくださいここにスッとこもってくるような感じ、ね、今鉛筆だからあれですけどでこう持ってきてこの縦の長さが長すぎないことともう一つここで私スッてちょっとあまりギュッと押してなかったですよねこれね。 ここはこう引くようにして、スーッと来て、ここでドントンと押したりしないこと。なぜかっていうと、ここで、例えばギュッと押した場合、ここにボコってこういうふうにできるんですよ。止めたよって、跡がついちゃうんですね。この跡が、これないですよね。スっと、あの、 ただ弱いわけじゃないので同じ強さのままグッときて押し付けたりはしてないなっていうのがこういうところで分かります。それから次の123画目はこれは結構しっかり内側から入り込んでるなって思いますよね。こう見えないところですけど筆のね穂先はこういうふうになってるんですよこの辺にねそう。だから埋もれてますよね。埋もれててこここうなって、うん、とこことやいあ同じかいやいや,いや,いやちょっと出てんのかな。 同同じ同じだいいいたぐらいですよねで次こちら打ち込みは左上からこう入りますね。で頭のこの大きさ気質大きさに比べて下に行くに従ってちょっと細くなってるんですよ。ってことはちょっとまずここ書いちゃいますけどでこう入れたらスッちょっと力をスッて抜いてくるようなイメージで。 ここは自然とこう来て次こっちからこう入ってこう隠すような感じこうなるんですねだからこういう感じですねこういうイメージですなのでここはしっかりめに置くけどスッときてでここの性質もくねっとあんましてないんですよスッとしててえっ、ー、と膨らむわけじゃないぜ膨らみは絶対ないですねこっちに膨らむことはなくてどちらかというとこうしたら 反る、反る方がまだいいかなっていうぐらいですただあんまりやりすぎないこれはねあの優しいですよ反ったりはしてないように見えますのでこっちから入ってスッと下ろすような感じそこから左ギリギリまで行ってくださいねこ,うこっちからこう打ち込みますよねこう打ち込んどいてこういうふうにちょっと上がり調子で先ほども言いましたこの辺がちょっとこ上がってますねで。 お尻を持ち上げましょうしっかりお尻を持ち上げて止めますそうするとここにちょっと山ができるようなこの横角はそれがあのポイントです横角ねお尻上げてしっかり止めることこちらのね、はい、ショーというこれですね、えー、まず一角目どうだったかなっていうとうんと少しグッと上がりたいですがこう感じなので さっきと違いますよね。あのしっかり入れますよ。こう入れて立てましょうここ。起こしてください。矛を起こす。これね。いけないやつやりますよ。こべちょって置いて全部。筆管がここの棒の部分ね。筆管って言います。これが立ってるのに頬が寝てる状態がこれ。そうやって引いた線っていうのはつまらないです。こういう感じになります。 ちゃんと方を起こしてくださいこう置いたらキュッと起こすように立てるこれねこうこうこれが立ってるって言いますこう押しといて引くで止める時も起こす必ずお尻こう浮かせるというか起こしといてくださいねそしてこのまんまあっちにどっか行くんじゃなくてこれから次の角に行くんだからこっちですよね 引き返すっていう動きを持ってくると、半紙がほら、こう、筆にペタってくっついた状態でべちょって汚れることってあるじゃないですか。子供たちよくあるんですよ。これって多分これ起こしがないからです。ビーって引いたまんま、こうやって離そうとするとくっついてくる。これをやっちゃうことがよ多いので、気をつけましょうね。起こして。止めるときも起こして。起こしてください。で、跳ね返すようにして。 で真ん中のここに来るんですよでその時この角度こっち向きに入りましたよねそうするとここが開きますよねベタっとつけないってこと中に全部こうやって入れ込まないでくださいこれ見せるようにして2画目いきますでここからですね、えー、2画目こう入ったらまっすぐですーッときてここはギュッギュっと押さないこれ押さない こうしたらスッときてそのままででいいですなぜかっていうとここは隠れる部分でこういうお団子みたいなのあんまり出したくないので1画目2画目スッときてこんな感じでいいですよなんか自然ですよね止めたよっていう感じじゃないでも払ったわけじゃないで123画目3画目はこれがさっきのあの 説明でねここ言いましたねここ埋もれてるんですよ埋もれてるっていうことはこの中に入って見えなくなってるのでこう入れていいですで止めはしっかり止めますその時、えー、ともうちょっと長いかなだいたいこれと同じか少し長いぐらいだったかなで次こちらからこういう風に入れてしっかり大きめに入れてスッとなんか 細くななってるような感じですすよよねこれねほらこここれほらが細くなってるんですよで最終角こことここをこう結んでくるんですが外形としてはこういうふうになりたいってことはここギリギリまで使ってるで、えー、とこの上がり調子のこの横角下も結構上がり調子でした。 こういうラインですねこっち側から打ち込んでこうですで立ててお尻上げて立ててでこうに来てここですね立てて起こしてで止めるほらこれ止まってるんですよこれでで跳ね返すようにすることがこの月ですねこのね 月がね、きっと難しいなって皆さん思うと思うんですよ。これは横幅がこれぐらいしっかりと残ってますよね。これ横幅こあのこれより使ってしまうとすごく太ったような感じになりますね。これ字の形としてはこう縦長のこの字ですから、その縦長はあの崩さないようにしたいので、ここの空き具合はしっかりキープです。 であの,他の、あのー、お手本の時にも話はしてますけど天地を開けるということでこの下の部分ですよねここはしっかり初めに空きを取りましょう取っておいて、まあ、これはほら3等分すればいいわけなんですけど「お」がひらがなですよねなのでこれ1文字分っていうよりはやや小さめに収まるはずなのでそう考えたら普通にね書いていけばこれ下開くんですよ。 なのでまあまあ、あのー、3等分に軽く折ったとしてでうんちょっとずつずれていくような感じですけど原寸大のお手本がねあるようであればそれにぴったり横に置いて合わせるような感じがいいです。そのためにもやっぱり、 あの初めのうちは大きさがしっかりとあったお手本が手元にあるっていうのがね一番練習になるかなと思いますいきなりあの違う大きさで書き始めるってとても難しいことだと思いますでこれ打ち込み1画目がこう入りますよねこう入ってまっすぐ降りてきますよでこの辺りからちょっとカーブに入ってるのでそれが滑らかにいくようにキュッと入ってスーこの辺から曲がってってこう。 これ間違っちゃいけないのは、うんと、こう入るのに、えっ、ー、と、こうして、なんかこういう風になっちゃう。だんだん内側にこう曲がってきちゃうような、こういうラインが来ると、ここが狭くなりますよね。ここを広く開けてあげたいので、邪魔をしないように、まっすぐからの左へ。で、最後のこの実験を見てみると、下のラインが、 まずこの左の払いに対して下のラインここ少し重たく下がってきてますよね。これを目指したいのであのもしもねあんまりないと思うんですけど髪が髪のねギリギリまで来ちゃいそうだなと思った時に左の払いまで長くなってしまった時それがちょっと一番やりにくくなります。こっちが重たくなりたい長くなりたいので。 えと左は少し早めにこう切り上げるようなイメージですで横のこの角なんですけど先ほどのこちらのこういうとこの線質とは全く違うのが多分わかると思うんですよまず太さが違うで膨らみもなんか違うかなこれね膨らんでるように見えないと思うんですよスッと来てますよねただ 機質の大きささを見てくださいこういう風に縦のラインで来た時のこの気質の大きさはこうこれに対してあの横角に入ろうとしてる時のこの気質のこの大きさここを重なって見えますけど大きくしてみましょうかそう縦のラインの方がこんなに大きくて横のここを書く時にはもうこのくらい小さいんですよ当て方もこういう感じです。 同じじゃないですよねこれ結構りにや,やりがちなんですよ真面目な子ほどねこれやるんですけどここをこうピタッピタッとつけて同じようにギューってやるんですけどこれ全然性質が違いますのでここ合わなくていいんですよ。あのこう位置は合わせてほしいけど会所なのでねこういう風に合わせたいけどいつも同じようなこの気質の大きさじゃないっていうところをそういうところを見れるようになるといいですね。 で、ここの、このぐらい小さくていいんだよっていうところ。それから、ここは、へこまないこと。これ、ぺこんってへこむのよくや、やりがちなんですけど、ここ、大きく置く、こうほど、へこみやすいですけどね。優しく、こういう向きで、うーんーと、気質の向きも大事です。こう、縦のラインで置いてしまうと、結構太くなりやすい。これを、 少しこういうふうにここじゃなくてこういうラインあの角度ですねこの角度を寝かせるような感じで当ててあげるとこれこういう感じで持ってこれるんですよスッとなんかねお尻から動いてるような筆がねそういうイメージでこっちの方がいいですこれだと太くなっちゃうんですよそう だからここの線はそう横の線ねこういうねこういうところこれまたちょっと違うかなでこういう感じで持ってきてでここでしっかり一旦置きます置いたところでしっかり置くのはいいんですけどしっかり置いて全部の太さでビーって下にくるとここ全部こういう風になっちゃうんですねここがだけどもほらこのお手本ここがキュッてなってますよねこのキュッてなるのを作るのもちょっと難しいですけど で、一旦こう大きく置いたら、キュッと締めるようにこういうラインです。こういう風に。ここね、美しいとこです。こ,うこれもまっすぐに見えますけどね、こう置といて、キュッてここで入ります。うん。うん、こう置いて、こう内側に来るような、背骨のラインのような感じですよね。こうに来て、この辺りで、キュッとこっちに内側に向いて、 よいしょって横に跳ねるようなイメージ。そうすると、下がこうに持ってこれて、こうですね、こうになって、こっからの、こういうラインが来ます。筆にはね、ほら、太さがありますから、こうに来て、こう来て、よいしょって、こう内側入って、ガンってこう横に、大きいですよね、横に跳ねてます。で、そこから、 こうしっかりこれも埋もれてるような感じここも入れちゃってください入れて当てて止めのところが見えてますここ止めてるなっていうここ見えてますよねこう見せるようにしてこういうところをそっくりに書きましょうそうで幅112ぐらいな感じで2倍下が2倍ぐらいになると月はとっても綺麗ですねはいでこんな感じで一番難しいのはここかなこの辺かなと思います見せ場 になるような部分ですねはい、この辺に行きましょうかまずはこう入れてこちらからねこう入れてまっすぐ下ろしますまっすぐ下ろしてきて左へこう行くような感じその時えっ、ー、と下ね開くようにしたいっていう話をしましたねあれ映ってないこのくらい で、ここだったら、こんな感じ。で、ここを狙ってくるような感じで、最初、最後。この辺。で、横の接続の仕方を言いましたよね、ここでね。縦にしてしまうと、この穂の向きを、縦にしてしまうと、ここが、こうになって、こう太くなっちゃうんですよ。これを、 こ,っちからこういう風に入れてこうにしてあげるようなこの向きこうじゃなくてねこれをここにや,りやってみますよ、えー、横に当てるその時にこの辺こういう感じですほらこれに対してこんなに小さいですよね置き方がそしてスッとこうスッと持ってきてでここで大きく置きますこう大きく置いてほら 全然大きさが違いますよねこの角度で置くんですよそうするとここにこういうラインができますここね置いてから次注意するのはここに行くんです重たくここに行くってことはさっきここ印つけたこの辺り狙ってくるんですけどその時のこの線も美しいとこですけどこうちょっと反ってるこうキューッと反ってきてここで内側にキュッて入るような ここを置いて反ってくるこう反って,て反ってきて反ってきて反ってきてずっとこうにきてこの辺でグッと内側入ってくださいねこここれ内側に入るとこういう向きになるのでこれ跳ねやすくなるんですよ。跳ねがしやすい自分でこう跳ねのしやすい角度に持ってきてそこから左で押さえといてくださいこういうところ。で筆は結構こう斜めのラインになってますよね今。 こっから押し出す。横へ。こう、そうするとこれできます。押し出すんです。この角度のまま。映ってるかな？もう一回ここへ勝手にこういう風うに筆を置いて、このままキュッキュッキュ,ュッってこういう風うに押し出す。これね、あのわからなかったら何度も巻き戻してみてください。で、横の線これも埋もれていいです。これ。 中にしっかり入れて入れ込んでキュッと引いてここはね見えてましたねこういうところでこれもこう入れといてキュッとこここういうとこ方を立てて出してくださいでそうするとここの幅も1212ぐらいな感じですねこれでいいと思いますよ